はい、不動産案件ですね。それから不動産案件というよりもこれはね、不動産投資案件なんですよね。これはね、やっぱりね、ずっとお金が払えるかなと、サブリースに頼るかなっていうところと、やっぱりこう不動産会社の営業マンも銀行に審査に出さないといけないんで、審査に通りそうな人だけを次の面接とかね、次の提案にこう誘導してくるんで、まあ、大体の方はね、あの年収の時点でちょっと却下されたりとか、最近は500万とか600万でも借金があるとダメとかね、それからまあ有名な会社だったら結構通りやすいんですけども、中小だったらダメとか、持ち家ですかとかね、やっぱりこう話を持ちかけてくる営業マンの立場になったり、銀行のね審査する立場になると、まあ自分が通るかどうかっていうのはだんだん分かってきて、じゃあ自己アフィリエイトをね、大きな案件だと思ってやっても確定しないじゃないかみたいなことも結構分かってくるんで、まあ、私はねずっとあの会社の経営者ではあったんですけども、年収は低く設定してるのと、あとやっぱり会社員の方がいいんですよね。会社の経営者だとな、大体通らないんですよ。通らないんで、まあ何て言いますかね、給料手取りのね、あの社長といっても給料制ですから、給料が高い時に申し込めば結構通ったりもするみたいな感じで、まあ、私は今持ち家なんで、今はもう何をやっても通るような感じですけども、まあ、そうですね、自己アフィリエイトでつまずくのはこの不動産案件ですかね。だいたいお金がない方が自己アフィリエイトをやると行き詰まるのがこの不動産投資なんですよね。そんなに通らないという、で報酬が高いのはやっぱりね、高年収の方が申し込んでくることだけを考えてるからなんでしょうね。というふうにいろいろ分かってくるのも自己アフィリエイトやったからこそだと思います。多分ね、マイアミさん、M さんとか、ミスター M さんとかは割と自己アフィリエイトの不動産投資も通るんじゃないかなと思いますけどね。またレポートお待ちしております。ありがとうございます。